はい、どうも、大悟です。というわけでですね、他人とのズレを感じやすい人っていらっしゃると思うんですけれども、そういう人がどういうことをすれば、この他人からのズレとかこういったプレッシャーとか、いったものを改善できるのかという話を今日はしたいと思います。僕ね、相当周りとズレを、感じて、生きてきたタイプなので、まあ、見てわかる通りなんですけれども、すごい気持ちはわかるんですが、で、そういうね、他人とのズレをね、感じやすい人ってどういう人たちなのかっていうと、実はね、頭がいい人であればあるほど、他人とのズレって感じやすくなるんですよ。自分で物事を決めたりとか、人と違う視点を持ってる人、クリティカルシンキングって言うんですけど、頭のいい人の特徴なんですが、この癖を持ってると、ほっといてもやっぱり他人と違うものを見るようになっちゃって、あれなんか自分の感覚おかしいのかなって自分を責めがちになっちゃうんですよ。で、これがプレッシャーになっていくと。じゃあ、こういう頭がいい人たちで他人とのズレをですね、感じやすい人って、どういうことをしてそのズレを解消してるのかってことを調べてくれた、そんな研究が2007年、ワーウィック大学が行った、研究でございます。はい。この研究ではですね、若い人たち、まあ、11歳から18歳ぐらいの人たちを対象にしてるんですけれども、157人集めまして、全員のね、成績と音楽の好みってのを調べたんですよ。そしたらね、すごいことが分かりまして、なんと、成績が上位 5% に入っている学生さんほどですね、なんと、ヘビメタを好んで聞いていたということが分かったんですよ。で、これ、他人とのズレとヘビメタってなんか関係あるんですかっていうふうに思う方いると思うんですけど、そう、実はね、他人とのズレを感じやすいようなレベルで頭がいい人って、ヘビメタを聞くことによって、このズレによるプレッシャーを解消してるんじゃないのって話がですね、この研究チームの研究では出ているわけなんですよね。はい。実際に頭がいい人たちっていうのは、その知性が高いがゆえに、他人とのズレをやっぱり感じやすいと。だから皆さんもそうだと思います。人となんかちょっと、自分の周りに比べるとなんか自分はちょっとこういうところは違うなみたいな思う人いると思うんですけれども、そうするとどうなるかっていうとね、まあもちろん頭がいい人とだけ付き合ってる人はそんな風にはならないんだけれども、やっぱ人と目線が違うところをですね、やっぱ見ちゃってる人って、普通の人間よりも大きなプレッシャーとか孤独感を関わる可能性が高いという風にですね、先行研究で言われてるんですよ。頭が良くなればなるほど、そのプレッシャーと孤独感が増えていくんですよね。確かにそうだなと思いますよね。頭が悪い人ってこう何も考えないでポケッとしてられるから、幸せそうな感じじゃないですか。でも頭が良くなると、もう当然収入とかも上がるんだけど、そういった他人とのズレをですね、マネジメントする方法を知らないと、結構メンタルやられたりとかしてしまうわけなんですよね。ところがね、このヘビメタをですね、聞くとどうなるかっていうと、そういったネガティブな感情をですね、一時的に解消してくれると。まあ、つまり、他人とのズレに対する鎮痛剤みたいな働きをするっぽいんですよ、ヘビメタって。実際頭がいい人ってのはヘビメタを聞いて、で、このヘビメタを聞くとどうなるかっていうと、その孤独感とかが安らぐみたいな研究とかも別で出てたりとかもするので、まあ、皆さんもぜひですね、他人とのズレを感じて、いやー、なんで俺は周りと違うんだろう、人と違うんだろうなーと思って、自分を責めそうになったら、ヘビメタを聞きまくると、いうのがいいんじゃないかという、そんな研究でした。ぜひやってみてください。はい。まあ、こんな感じでですね、ちょっと変わった研究とかも普段紹介しているんですが、概要欄の方から見ることができる僕の D ラボの方ではですね、様々なですね、心理学の知識をより詳しく解説しています。ぜひですね、概要欄の方から D ラボもチェックしてみてください。皆さん、無気力になっちゃうこととかありませんか？いやー、なんか今日やる気しねーなーとか、いや、なんかもう今日めんどくさいし、ダラダラしようかなって思うことって誰にでもありますよね。で、これを最も短時間で手軽に、どんなにやる気がなくても、スマホを触る親指さえあれば、簡単にやる気を出せるですね、無気力脱出法。これをご紹介したいと思います。ちなみに僕これ毎朝やってます。だから、やる気がない時はやっぱ使えるし、それだけじゃなくて、やる気を起こしたい時も使えますね。だからそれこそ朝やって、やる気を起こして、で、僕その後運動をやったりとかして、で、まあ一通りいろんな仕事やって、で、夜にもうちょっと本読みたいなと思った時は、もう一回それをやって、で、やる気が起こせると。ちなみにこれ、ベッドの上で寝ながらでもできるってですね、そんなやる気アップ方法を今日はご紹介したいと思います。こちらの研究はですね、オーストラリアのクイーンズランド大学が行った研究ですね。はい。ある曲を聴くことによって人間の心がどう変わるのかということをですね、調べた研究です。で、この研究から分かったことは何かっていうと、ヘビメタとかハードコアみたいなハードな音楽。分かりやすい例で言うと、それこそアドさんのうっせぇ、うっせぇみたいなの、うっせぇわみたいな感じの、ああいうハードで激しい音楽。で、これを聴くとどうやら人間っていうのは、無気力が脱出できるかも、やる気が出まくるかもしんないっていう、そんな研究なんですね。はい。実際ですね、この実験では実験の参加者を集めまして、18歳から34歳のいろんな人たちを集めまして、その人たちにですね、人生の中で腹が立った体験とか、そういったネガティブな感情を起こすような、ことっていうのを思い出してもらったんですよ。で、思い出してもらって、片方のグループにはハード系の音楽を10分間聴いてもらったグループ、もう片方のグループには、おとなしくじっと座っていてもらったグループ、
っていう風に分けて、実験をしたんですよ。で、結果何が分かったかっていうと、そのストレスを与えるようなネガティブな感情とかネガティブな記憶を思い起こせたにもかかわらず、ハードな音楽を10分聴いた、だけのグループっていうのは、ストレスとかイライラとか、こういった感情レベルが大幅に下がっていたということが分かったんですよ。だからハード系の音楽ってのはどうやら、強烈なネガティブ感情やストレスの発散になるっぽいんですよ。はい。敵意とか興奮度とかストレス、こういったものがハード音楽によって減少していたそうなんですね。だから夫婦円満のためとかにも使えますけどね。で、ちなみに最もこの実験で変化したのは何かっていうと、ネガティブな感情じゃなかったんですよ。一番変化したのは、やる気のレベルだったんですね。はい。ストレスとかイライラの感情ですらガクッと減ったにもかかわらず、やる気のレベルがボーンって上がっていたわけなんですよ。実際にハードな音楽を聴くことによって、ネガティブな感情がなくなるだけではなくて、ポジティブな感情が増え、やる気も身につけさせてくれると。つまり、無気力から脱出するための手助けをハード系の音楽はしてくれるっていう、そういうお話なんですよ。はい。で、ハード系の音楽は、自分がこれハード系だって思う音楽だったら、何でもいいんですよ。ロックとかヘビメタ系が本当はいいんですけど、はい。わ、これ結構ハードめな激しい音楽だなと思うものをぜひですね、アドさんとかでもいいですし、聞いていただくと、モチベーションが上がるんじゃないかなと思います。永遠に聞き続けても、できなくても大丈夫です。この実験だと10分とかで OK なんで、だから朝の目覚まし時計の音とか、目覚ましのアラームの音をハード系の音楽にしておくとか、そういうのもいいでしょうし、ぜひですね、やる気が出ないなという時は試していただくといいんじゃないかなと思います。で、これ以外にも、様々なメンタルを操って自分のやる気を出すの方法ってのを D ラボの方では解説しています。ぜひ番組の概要欄の方から D ラボで見てみてください。というわけで、今回はちょっと衝撃的な研究をご紹介しましょう。あるものが長いと、もしかしたら皆さん隠れた才能があるというか、天才かもしれませんっていう、そういう研究ですね。これね、普通はね、これが長い人ってバカみたいに見えるはずなんですよ。ところが、これが長いとですね、どうやら脳がすごくいいかもしれないと。脳内のニューロン、脳内の神経細胞ですね。この数が多いんじゃないのっていう、ちょっと面白い研究がありまして、もし皆さんがこれ当てはまったりとか、皆さんの子供がこれが当てはまっていたら、ちょっと隠れた才能があるかもしれないで伸ばしてあげた方がいいかもしれないと。そういう研究ですね。これ何かというと、あくびです。っていうあくびありますよね。あのあくびが長ければ長いほど脳細胞の数が多いかもしれないっていうとんでもない研究があるんです。2016年ニューヨーク州立大学が、行った研究ですね。はい。この研究結構面白くて、動物があくびをする動画をですね、たくさん集めました。犬とか猫とかネズミとかキツネとか人間とか、いろんな24種類の動物のあくびの長さを計測しまくるという実験を行ったんですね。で、それを各動物の平均的な脳の重さとか皮質ニューロンの数とはですね、照らし合わせて、脳機能とあくびの関係っていうのを調べたんですよ。そしたら結果何が分かったかっていうと、あくびが長い動物ほど脳が重くて大きかったということが分かったんですね。あくびをする動物ほど実は脳が発達していると。だから当然、人間のあくびが一番長かったんですが、長いあくびをする動物ほどニューロンの数が実際多くて、脳が複雑性が高くて、まあ複雑な判断とか、頭の意思決定とかができていたわけなんですよ。はい。まああくまで動物とね、人を比較したもんなんですけど、やっぱりニューロンがね、多い人、脳細胞が多い人ほどあくびが長い可能性っていうのは十分あるよねということが分かったって、そんな研究なんですね。で、これなんでかっていうと、脳細胞の数が多ければ多いほど糖分だったりだとか酸素っていうのをですね、たくさん脳に必要とするわけですよ。脳って全身の中でも非常に小さい部位しか占めてないにもかかわらず、まあ、体の中で最もカロリーとかエネルギーを使う器官なんですよ。だから頭使ってる人はね、なんかね、あんまりね太らないみたいな話とかよくね冗談みたいにありますけれども、っていう風にその脳細胞の数が大きい人ほど酸素とか糖分が必要だから、定期的に深くて長いですね呼吸、つまりあくびですね、これをして血流をですね上げないと脳が動かなくなっちゃうんで、そういうことが可能性としてあるわけなんですよ。だからしょっちゅうあくびしてる人って強烈な寝不足の場合を除いては、もしかしたら脳細胞の数が多いから地頭がいいのかもしれないと、そういう研究ですね。もし皆さんのね周りの人とかパートナーとかお子さんとかがですねあくびが多かったら、もしかしたらこいつ天才かもしれんと思って才能を伸ばすってことをしてみてもいいかもしれませんという、ちょっと面白い研究でした。ぜひ参考にしてみてください。まあ、今日はちょっとね面白い研究を紹介させてもらったんですけれども、でも頭の回転をやっぱり早くするのってすごく重要ですよね。ちょっとしたコツだけで頭の回転を早くしたりとか記憶力を上げたりとか、そういったこともですね実は心理学的にはできると言われています。で、そんな皆さんの脳機能をブーストするためのテクニック、これ概要欄の方から D ラボでたくさん見れるようになってます。ぜひですね D ラボも登録してみてください。